足がジェニーちゃんでやったみたいにかなり左に振られてきます。皆さんこんにちは。女性初のプロクライマー、元 NHK 講師の小川先生です。ムキムキ。このチャンネルではワールドカップに出るようなトップ選手の登りを解説しながら、皆さんの日常のボルダリングに役に立つレッスン動画を配信しております。チャンネル登録よろしくね。それでは今日は男子決勝の課題を見ていきますよ。レッツゴー。男子決勝1課題目を見ていきます。スタートはガストン&プッシュ系のコーディネーションです。そして上部は悪いバランスからのデッドポイント。本日のポイント、コーディネーションのタイプを見極める、デッドポイントの応用を学ぶ、これをやっていきます。まずは1手目に苦労した土肥選手見ていきます。結構ね、何回かトライしてるんですよね。左手の黒いボリュームについた赤いホールドにプッシュを狙っていてるんですね。これで8回目のトライですね。ここに書いてあるんですよ、8って。めっちゃ惜しかったですね。で、今度ね、9回目のトライで成功しました。では、成功した時と失敗した時と何が違うんでしょうか？見てみましょう。これ見てください。女子の時にも言ったんですけれども、この引きの速さが全然違いますよね。トライ数を重ねることで動きに無駄がなくなってスピードが出ましたよね。というわけでコーディネーションの極意、勢いづけにスピード感を持たせる。マットの上で腐るほど練習しておいてください。次に2回目で取れた尾形選手をちょっと見てみましょう。うお、もうちょっと簡単そうですね。ちょっと土肥選手と尾形選手を比べてみましょう。土肥選手は股関節の柔軟をうまく使って足の蹴りをしているのに対して、尾形選手はもう太ももの筋肉というかね、足の蹴りでパワーを使って登っていってます。土肥選手は股関節の柔軟で柔らかく丸みを帯びた重心移動をすることで飛んでるんですね。尾形選手の方は、まあ、足の方に重心移動したらもうあとは直線的にガツンと素早く蹴り上げてますよね。土肥選手は右手のガストンの腕を伸ばしたまま左手を左にプッシュするような体勢で止めてます。これね、結構右手悪いんで保持力必要になるんですよ。ちょっと画像をアップすると画質が悪いんですけれども、絶対この体勢になると小指は持ってられないんです。絶対外れちゃって3本のタンドゥになるんですね。タンドゥ持ちがあんまり得意でない選手は土肥選手の真似をしてしまうとなかなか厳しいと思います。ただ片腕懸垂力も足のパワーで飛距離を伸ばす力もないけれども、保持力や柔軟で登っていきたいっていう人は土肥選手の真似をするといいと思います。では次にパワー系の尾形選手の止め方を見てみると、もう右手をもう90度近くに曲げて、左手のプッシュはもうほぼ真下ですよね。尾形選手はもうパワーで初めの飛距離も伸びているので、あと腕や大胸筋でグッと止めるっていうのが得意な人は尾形選手の真似をするといいですね。またこの場合は片腕懸垂力によってだいぶ体が上に上がってますので、持ち方もね、土肥選手のように小指が外れないんですね。ちゃんと勝ち持ちできてます。なのであんまりタンドゥ持ちに自信がない人は、まあ、尾形選手のように頑張って足の筋力で飛距離を伸ばして登っていく登り方がいいと思います。まあ、ご自身がね、どっちのタイプかなっていうのをちゃんと分析してトップ選手の真似をするといいと思いますね。というわけでコーディネーションの極意、ガストン&プッシュ系のコーディネーションが出てきたら、柔軟土肥系でいくのか、パワー尾形系でいくのか、どちらのタイプでいけそうか考える。では次のタイプを見ていきましょう。楢崎選手と藤井選手です。楢崎選手はね、他の選手にないこの腕を片腕外して登っていきます。まあ、なんで片腕を外して楢崎選手は登っていったかっていうのは理由があるんですけれども、後で説明しますね。まあ、楢崎選手は腕力系、藤井選手は足使い系で登っているっていうことをちょっと見ていきましょう。そこで私はこのように例えています。楢崎選手の腕力系っていうのは押し戸系です。で、藤井選手の足使い系っていうのは引き戸系です。押し戸ってこうやって引いてきますよね。遠いところから引っ張るので親指が外れるんです。親指を添えることもあってもいいんですが、
そうすると遠い取っ手がちょっと取りにくいですよね。引き戸の時だとこうやって親指を揃えたりとか、親指を添えた方が引きやすいですよね。まあ家の扉だと親指を添えなくても大丈夫なんですけれども、もう重い扉をイメージしてもらうとね、親指を添えた方がグググッと開きやすいっていうのがイメージしてもらえるかなと思うんですけれども、じゃあこれをクライミングウォールでどういう風に変換されているかというと、押し時計っていうのはこんな感じで壁に対してちょっと立体的な感じで腕を引いて登っていくことが多いんです。で、引き時計っていうのはこんな感じで横に引っ張るようなイメージですので、どちらかというと壁に対して平面的な感じで登っているっていう感じです。まあ、横にこう足遣いをうまく使って重心移動をしないといけないですよね。今日はですね、このジェニーちゃん、スポーツクライミングジェニーちゃんでこの登り方の違いを見てみますよ。押し時計の人はですね、こういうイメージで、まあ、ちょっと壁に対して立体的に登っていくわけですよ。ということはこんな感じで勢いをつけて登っていくと、足の振られとか体の振られがこんな感じに、なんていうんですか、観客側の方に振り出されるんですね。では次に引き時計の選手をジェニーちゃんにやってもらいます。引き時計の選手だと壁に対してこのように、まあ、平面的に勢いづけをして登っていくような感じになりますので、でこうすると足の振られっていうのがくるんと来た止まったらこんな感じで振られやすくなるんですね。というわけで押し時計の楢崎選手をもう一回見てみると、壁に対して立体的な動きをするのでどうしても片腕が外れやすくなるんですね。まあこの腰の反りもですね、かなり立体的に登っている証拠ですね。もう左手はほとんど後ろに取りに行くような感じで押さえています。こういった登りはですね、肩の力とか腕力が自信があるよっていう人は楢崎選手の登りを真似するといいです。あと実際に扉を開け閉めした時に、押し戸の時は親指を外した方がやりやすいっていうのをやったと思うんですけれども、これちょっと実際見てください。ちょうどネームにかかって見づらいんですけど、ほら親指飛び出す前外れてますよね。これやっぱり、ね、親指かけると腕力系押し戸系で飛び出す人はやりにくいんですよ。なのでね、皆さんもね、練習するときは押し時計で行く場合は親指外して勢いづけの練習を何回もやってみてください。では次に引き時計の藤井選手を見てみます。かなり逆くの字に腰が曲がってますよね。これがね、引き時計タイプの特徴ですね。で、足がジェニーちゃんでやったみたいにかなり左に振られてきます。でこれを耐える力もないといけないんですよね。だからですね、押し時計の楢崎選手なんかは腹落ちとか背面落ちが怖いんですけど、引き時計の人は横落ちみたいな、この落ち方ですね、これがちょっと勢い余っちゃうとこの落ち方が怖いっていうね。また引き時計は親指を添えるといいっていう話なんですけども、ちょっとまたこれ画質が悪くて拡大すると見にくいんですけど、ほら親指を添えてるの分かりますか？親指を添えることで藤井選手はしっかり右の方に重心移動して、足にしっかりと乗って飛距離を伸ばしてるんですね。これ自分がどっちのタイプかなっていうのが分からないときは、スラブなどで足の大きい簡単なね、ノーハンドをやってみてください。その時にノーハンドで上手に登れるなっていう人は藤井選手の登りを真似するといいかもしれないですね。じゃあ皆さんができる日常のトレーニングは何かというと、このようなちょっと高めの台を用意してみてください。押し時計なら体の前に台を持ってきて、
片足でこのようにスクワットをやってみてください。引き時計でしたら横に持ってきて、このように足をしっかりとスクワットしてください。腕はゴムを使って、押し時計なら体の前で引く練習、引き時計なら横で引く練習をしてみてください。不得意な方をしっかり強化するのもいいですよね。というわけで、コーディネーションの極意、押し時計でいくのか引き時計でいくのか考えてみる。次にちょっとみんなと違うムーブでトライした楢崎明智選手を見ていきたいんですけれども、みんなが右手を出してたところを左手を出すというね、かなりリーチのいるムーブを行っています。今回ちょっとこれ楢崎明智選手は失敗してしまったんですけれども、同じムーブでジョンフ選手もリーチがあるんですけれども、これで成功してるんですよね。このムーブちょっとよく見てください。ちょっとサイファーっぽくないですか。といえば前回の女子課題のこれですよ。ランジが止まらない驚きの理由のこれですよ。ラバトゥ選手がセオリーと逆で、持ちにくい方の腕を曲げて持ちやすい方の腕を伸ばしていて失敗。このムーブができた選手は持ちやすい方を曲げて持ちにくい方を伸ばしている。これを明智選手にも当てはめると、持ちやすい方を伸ばして持ちにくい方を曲げてしまっている。それでちょっとうまく勢いがつけられず、タイミングも合わなくてちょっと失敗してしまった感じです。ではちょっとジョンフ選手を見てみましょう。持ちやすい方をしっかり曲げて持って、もう左手の持ちにくい方は外してしまっちゃってますね。まあどちらにせよ外してしまっても、持ちやすい方の手でしっかりと押し戸のように壁の引きができればいいですので、押し戸タイプの楢崎智亜選手の方も片腕外してましたもんね。スラブとか傾斜のない時に使うサイファーだったら、まあ、引き戸でも大丈夫かなと思うんですけど、まあ傾斜のあるサイファーの場合は押し戸式のがいいかなと思います。というわけで、コーディネーションの極意、サイファー気味の助走の時は持ちやすい方の腕を曲げて押し時計で攻めてみる。それでは最後にゴール直前のデッドポイントを見てみましょう。まずは藤井選手。デッドポイントというのはバランスが悪いような状態から、まあ、このように胸の前にスペースを空けてせーのと取るようなムーブなんですけれども、コーディネーションでトーフックをした後、クライマーの皆さんね、トゥーフックってよく言うんですけれども、トーフックが正しい言い方ですね。で、今腕がもうピンピンな状態で胸の前にスペースができづらいんですよね。ですので多少動かす余裕のある左の股関節の方でせーのとデッドポイントしてます。次に楢崎智亜選手ですけれども、今トーフックを外して、そうするとちょうどおへその前のあたりにたわむ余裕が出てくるんですね。ですので楢崎選手の場合はもうおへその前のところでたわみを作ってデッドポイントして出てます。では最後に尾形選手を見てみましょう。尾形選手はなんと左手を外して肩にたわみを作ってデッドしてゴールを取りました。こうやってデッドポイントの応用としては、どこか体のたわめるところを見つけてそこで勢いづけをする。というわけで、デッドポイントの極意、たわめる場所、動ける場所を見つけて勢いをつけて取りに行く。さあ皆さんいかがでしたか。ぜひ日常のトレーニングの参考にしてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。